フランスのピレネー山脈のアスのセ聖ラン教会の入り口に飾られた名番、オック語に基づく口笛言語を用いる習慣があったことを記念している。口笛言語とは通常の発話を口笛でなぞって行う言語によるコミュニケーションの一形態。表現としては他に口笛語、口笛言葉、口笛会話とも、指も使う指笛の形で主に行われる場合は、 指笛言語とも、流暢に使いこなす人々にとって、口笛言語は、通常の発話では、距離があって、うまく伝わらないような場面でも制約なく、たくさんのメッセージを互いに伝えうる、コミュニケーション方法である。この点で単純なメッセージや指示、命令を与えるために、僕民や動物調教師が用いることがある短い口笛や、魅力的な女性を見た男性が鳴らすやひな口笛、 狼の口笛といった構造を持たない口笛とも口笛言語は異なる。口笛言語は口笛を使わない通常の発話でのトーンと母音のホルマントとイントネーションや陰律と同じやり方で口笛に対応づけて表現することで基礎となった言語の話者で口笛言語を聞き慣れた人なら元の意味を理解することができる。口笛言語は口笛ではない通常の音声を用いた 発話言語に比べると珍しくはあるものの世界中の文化で見出される。口笛のトーンが音節のトーンを伝えうる成長言語によく見られる。これは非成長言語でトーンが会話で担う機能負担量が限定的であるのに対して成長言語ではトーンの旋律がより多く機能負担量を担っていることを理由とする可能性がある。口笛言語の発生過程は 今までどの事例においても記録されておらず未だその研究も十分になされていない。口笛言語は世界で約70の集団で使用される。元になる言語が成長言語か否かで口笛言語のやり方は異なり、その技法は元の言語のトーン内しは超音あるいはその両方に基づく。成長言語は多くの場合、超音上の特徴は維持されず、 音が継続する長さを呼び、トーンといった超分節的な特徴すなわち陰律のみが残り、口笛を吹いた時には、元の言語の発話での旋律線を保持していることになる。従って、成長言語が口笛で表現された場合、トーン、音調、程度は小さいが強制といった音素の情報は、伝えるが、元の発話言語の分節的な音素の弁別の、ほとんどは脱落する。 非正常言語の場合は、発話の超音上の特徴はより保たれ、舌と軟口外の動きで作られる、通常の音色の変化は、音口の変化に変換される。口笛言語で、特定の詩音は、通常の発話言語で詩音が隣接する母音を調整するのと同様に口笛の音を調整して表現することができる。すべての口笛言語は一つの共通点があり、 それは単純な波形の周波数を時間の関数として変化させて機能させることで、普通、即応的な変化は最小限に抑えられ、長距離コミュニケーションのみを目的とするほとんどの場合で、即時に理解できる。一つの言語の中で形式の異なるいくつかの口笛の表現方法が用いられることもある。メキシコのソチアパムチナンテック語には、 口笛による発話を指す三つの言葉がある。すなわち、シェンさんは上の歯茎の付け根に舌先を当てて行う口笛によるもので、十位三十二は両唇を使う口笛によるもので、十四には指を口に入れて鳴らす口笛でなされるものである。それらは距離に応じて使い分けられる。さらに、いくつかの点で口笛による発話と同様に機能する。 h イジ H32 と呼ばれる大声でのファルセットも存在する。口笛の発話を生成する方法には複数の技法があり、それらは実務上の用途に合わせて選択される。両唇と紳士を使った技法は短距離、中距離でやり取りする会話に共通する技法で、例えば、市場、雑音のある室内、狩りの最中といった場面で使用され、一方、反り下で指一本、 内し2本を口に加え、その指が合わさって作る隙間に息を強く吹きつけるか、もしくは、下唇を引いて、息を吸い込むかして鳴らす技法は、長距離での発話で音を到達させるのに強い力が必要な場面で使われる。村に共通する使い方や口笛の使い手個人の好みにより場所ごとに、口笛の使い方に差異が見られる。葉っぱを使った口笛やフルートを伴う口笛は、 求愛や詩的な表現に関連することがよく見られる。メキシコのキカプー語、アジアのモン族とアカ族の文化においてそういった使用例の報告がある。口笛言語では、技法として、生体の振動を必要としない。それはつまり、口笛では、口内して、あるいはその両方で形作った空洞の内側に圧縮された空気が流れ込むことで振動を生み出すからである。 指で顎を固定すれば穴の大きさが安定する。吹き出された空気は唇の端で振動を作り出す。吹き出された空気流が早ければ早いほど空洞の内側で発生する空気流の乱れが作る音は大きくなる。口の小道と高校の要石がうまく合った時は、共鳴が起こり口笛をより大きく響かせることができる。 この生体音響現象の周波数は、表面空洞の形態を変化させ変調することで、通常の発話形式の超音に等価な形で、代用づけることがある程度できる。口笛による、発話の表現力は、口笛ではない通常の発話のそれに比べ幾分、制約されかねない。しかし、早が転してはならない。 なぜなら口笛による発話の表現力は元の言語の音韻論を含む様々な要因に大きく依存するからだ。例えば、成長の種類が少ない成長言語で、口笛による情報伝達は、確率化さもなくば標準化された表現から構成されていることが詳細に記述されいくども報告されている。しかし、 成長の種類が多いメキシコのマザーテック語や西アフリカのヨルバ語といった成長言語では発話でピッチがたくさんの情報を担うので情報量の多い広範な会話であろうと口笛で表現しうる。どんな言語でも非成長言語さえ定量的観察によりギリシア語同様にトルコ語の否定形文でも90%に達する高い了解度が示されている。 ジャンポルスキーが行った2名のシルボ使用者についての調査結果が辞表である。これには聞き手の取り違いもきちんと現れている。この研究で一般に母音は比較的に理解しやすく、死ンはやや難しいことがわかった。母音の伝達実験の結果表、取り違いも確認できる。上横1行目が口笛で発した母音の種類で、左縦1列目が、 聞き手が認識した母音の種類を示す。各セルに聞き手の認識した母音別の回数が入っている。したがって左上から右下への対角線上のセルが発した母音と聞き手が認識した母音が一致した場合、つまり正解を示しその数が太字で示されている。死因の伝達実験の結果表、取り違いも確認できる。表の見方は母音の場合と同様である。 アフリカ大陸には、口笛の他に、楽器で発話を担う例があり、最も有名な例に、トーキングドラムがある。しかしながら、同時に、ドラムはグリオによる参加の影響あるいは存楽感のコミュニケーションに用いられ、四方八方に鳴らす場合の発信者の特定用のジングルには、他の楽器を使ったりもするが、離れた位置での発話には、日常的に口笛が使われている。 二人が互いに近づいてくるとき、会話の途中で口笛による発話から口笛ではない、通常の発話へ切り替えることさえある。カナリア諸島ラ・ゴメラ島のシルボは、スペイン語を基礎にしていて、最も研究の進んでいる口笛言語の一つである。この言語で識別しうる音ないし音素の数について、研究者の間で意見が分かれていて、 それら研究者の見解によって母音は2から5、子音は4から9とばらついている。この数の違いは単に口笛を使う人の能力差や口笛の音に、異を作り出すのに使っている技法の違いを反映している可能性がある。名への研究は口笛使用者の違いが生み出す、音の違いを初めて統計的に分析してみせ、同時に母音識別を行う。 心理言語学的テストの結果も提供して、この議論を洗練させた。他にも口笛言語は、トルコの国会南岸にほど近いクシコイ村、ギリシアのエビア島のアンティア村、フランスのピレニエ山脈のアス、メキシコのオアハカ州、ブラジルのアマゾナス州、インドのメーガーラヤ州のコングソン村、ネパールのマハーバーラタ山脈、およびニューギニアに存在するかもしくはかつて存在した。 口笛言語の使用は、西アフリカの一部で今日でも特に一般的で、剣道であり、ヨルバ語とエウエゴといった、使用人口の多い言語で広く利用されている。西アフリカではフランス語でさえも口笛で使用される場所もある。カナリア諸島と南部、アフリカや東部アフリカの一部にも口笛言語は見られる。数百にも及ぶ口笛言語のほとんどが、 成長言語を基礎としている。発話での成長のみが口笛で保存され、超音と発声の特徴はそのまま保存されない。それらの特徴は、強制と陰律の変化といった他の特徴に置き換えられる。ただし、初名語、ゼズル方言といったシーンが、口笛の流れを遮るような超音を含む言語を話すゼズル族での事例もある。似た言語に、モザンビーク南部の高地で使われている。 尊ガ語の口笛言語がある。この音の使用は、諸河語に見られる口笛による視察音と混同してはいけない。口笛による発話の最初期の記録は、古代ギリシアの書物に記述されているものの可能性がある。ヘロドトスは、歴史第4巻メルポメネの中で、川堀のように話す、エチオピアの欠挙人について触れている。また、クセノポンは、アナバシスの中で、 クセノポンが紀元前400年に国会南岸の古代部族の支配する地を旅した際、現地の住民が谷をまたいで遠く離れていても互いに聞き取りができたことを記述している。この記述にあった地は、口笛言語、クシュデリが現在でも実際に使われているトルコのクシュコイ村も含んでいる。古代中国では長唱の技法は、道教の同士の瞑想法の精神的側面と、 神話性がある一種の非音声言語であった。ギリシアのエビア島のアンティア村に現在でも、口笛言語の使用者がわずかながら残っているが、1982年当時には、この口笛による発話、スフィリアは、地元住民全員が使っていた。口笛言語は、文化の中で非常に中心的で高く価値づけられうる。メキシコのソチアパムチナンテック語で、叫び声は非常に稀である。 この文化で男性は格好たる町の仕事をこなすにたるほど口笛言語の使用に習熟しなければ罰金が課せられる問題となる。彼らは発話が要因に聞こえてしまう状況では戯れに口笛を使うことがある。メキシコのオアハカ州のソチアパム、メキシコの他の場所、同様に報告がある西アフリカにおいて口笛言語は男性が使用するもので女性は 口笛言語を理解できても使用するものではない。口笛言語は暗号や言語ゲームではないにより用いられた。口笛言語は例外とする。が、周囲に部外者や口笛言語を知らず理解できない人々がいる際に、元の発話の意味を伝えうる、秘匿性のあるコミュニケーション手段として使われることがある。第二次世界大戦中のアスナイ氏はラ・ゴメラ島に、 警察の手が及ぶ前に口笛による発話を使って警報を発することで水で薄めた牛乳製造の証拠を隠し寄せた狡猾な農夫の話がある。口笛言語は相対的に孤立する場面で人類にとりコミュニケーションする必要性に応じて自然に発達してきた。すなわち単に距離があったり雑音があったり夜であったり同様に 社会情報上何か特殊な活動をする場面にある、時、牧羊、狩り、漁、求愛、シャーマンの祈祷といった場面を契機とした。こういった使用法のために、口笛言語は、山岳地や深い森に関連していることがほとんどである。中国南部、パプアニューギニア、アマゾンの森林、アフリカのサブサハラ、メキシコ、それにヨーロッパは、ほとんどそれらの生態学的立地を内包している。 口笛言語が近年見つかるのは村内での発話による会話おかりや量の場面では音響環境上の障害を克服して口笛言語が置き換えることがあるアマゾンといった鬱蒼とした森林地域においてである口笛言語の最イパ利点は通常の発話者よりはるかに遠い距離であっても対応できることで典型的には1から2キロメートル山地で最大5キロメートル。 反響のある森ではこれを下回るが対応でき、それも叫んだりする必要もなく、かといって伝わる方向に制約が生じることもなく、行える。具体的には、口笛言語は音量で130デシベルに達することが可能であり、最大範囲10キロメートルにまで伝達可能である。これは、カナリア諸島のラゴメラ島で実証されている。この長距離での口笛は、 口笛言語が使われる場所が山がちな地勢である時より強められる。これらの言語のある、たくさんの地域が、多くの地で、遠距離通信の仕組みが急速に整っていく中で、その古代からの伝統を維持しようと努力が払われている。単音の口笛のトーンは、基本的には単純な振動あるいは制限波であって、故にその音色を変化させることは、不可能である。 普通の唇を使った口笛による超音は比較的容易であるが、唇の動きが小さく心音化が一定であるため P、B、M、F といった心音と心子音は扱いづらい。ビスネルクラスは5つの母音音素は別にして、口笛の音は固定され安定したピッチを持たないため、口笛が作り出すすべての音の認識とは、半母音を音域、音調曲線。 春旅の点から意味を捉えることにある。と述べている。口笛のトーンには、ホールトーンとエッジトーンの2種類のトーンがある。ホールすなわち開口部によるトーン。ホールトーンは吹き出されて、素早く動く空気の円筒状の流れがそれを取り巻く、周囲の空気と相互作用して作るゆっくりと動く、輪っか状の空気の渦によって生み出される。その境界層での不安定性は、 節道の増大を導き共鳴室の特定の周波数が強調されるフィードバック経路が確立されるまで続く。一方で、エッジトーンは障害物にぶつかる細い空気の分流によって生み出される。この時、流れの上乱部分の近傍で渦が剥がされ障害物もしくはくさびの両側に交互に流される。他の口笛を使ったコミュニケーションと異なるのは、 実際上の口笛言語は、発話における発声の主要な構成を移し替えることで、発話言語の聴覚上の特徴を、口笛の音色の変化体系に落とし込める点にある。口笛言語は二つの形式がある。一つは、成長言語を基礎にしトーンの旋律を移し替える、口笛言語で、今一つは非成長言語を基礎にし、会議を移し替える、口笛言語である。形式の違いはあるものの、 両タイプの口笛のトーンは、移し替える、元の発話言語に対応づけられる、音韻構造を保っている。非正常言語の場合、分節音は、下記の通り弁別されうる。口笛言語、口笛の形態でも存在するないしは存在した言語、もしくは同様の言語を使用した、エスニックグループの一覧。チナンテック語といった口笛による発話が言語と文化で、 重要で書くことができない例がある一方で、縄取る語のようにその役割が、はるかに小さい例もある。上記以外にもに、ニュース番組内でのトピックとして取り上げられることもある。ありがとうございます。